協定書をご確認いただきまして取り交わしをお願いいたします。はい、ありがとうございます。もう一度お願いします。で、たったここで、うん、僕ぐらい田島段ボール株式会社さんとですね、小牧市と、はい、協定を本日結ばせていただきましたが、はい、災害時ですね、はい、いざという時にこの段ボールベッドなどを、まあ、パーテーションと今日は段ボールベッドとまたトイレですよね、はい、持ってきていただきましたけど、まあ、ご提供いただけるということで、はい、ありがたく思います。まあ、当初もともと箱を作るのがメインだったんですけど、まあ、これを機にですね、まあ、こういった防災用品だとかっていうものもですね、いろいろちょっと考えていけたらいいなというふうに考えています。まあ、またそういう商品が開発できたらまたぜひ提供させていただきたいなというふうに考えていますので、また今後ともぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。